皆さん、お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。約束は守るメイド、リコです。さあやってまいりましょう。ポーション頼みで生き延びます。8話から最終話。7話までは、転生した主人公が自分のせいで起こった戦争をわざわざ開戦させて終結させました。そしてここでの生きりは満足したからと言わんばかりに新しい国へと旅立ちました。7話で十分綺麗に終わったのですが、続いてしまっているので最終話まで駆け抜けていきましょう。これよりネタバレを含みますので嫌な方はチャンネル登録をしてからブラウザバックしてくださいね。いいですか？始めますよ。それでは、ポーション頼み8話から最終話までのあらすじはこちらです。誘拐犯に捕まってしまったが見事成敗。女神のお言葉と称して、犯罪集団がちょっとでも残ってたら国を滅ぼすという。魔女狩りが起こり、国が確実に荒れそうなことを述べやがって街を後にした。全然色気を感じない温泉シーンを挟んで癒されていると、近く、徒歩2時間の村の人間が歓迎するということで食事をたらふくいただいたら。盗賊が出て困ってるんだよな、誰か腕の立つ武人が守ってくれないかな。と遠回しに盗賊討伐を頼まれたことに腹が立って帰ろうとするも、泣き疲れたのでお説教。自分たちの村は自分たちで守る、と村人たちは決意したので手伝うことにした。もちろん圧倒的勝利。新しい町へとやってきて薬屋を開店。軍人病である水虫の薬はバカ売れ。それに目をつけた貸主である伯爵が法外な契約を結ばせるも主人公の冴え渡る頭脳によりガフンと言わされちゃった。軍人に頼まれて金塊探し、無事に見つかってよかったよかった。やや、何やら病気が蔓延しているぞ。というところまでが11話だったんですが、最終回見たと思って完全に忘れてしまってたんですよね。そのままアベマの配信がプレミアになって見られなくなるっていうね。運よく台本制作時は無料になっていてラッキーでした。だってこれあれでしょ？カオルネキがポーションで疫病を治して解決。女神の御使い様だとバレてまた次の町へ。ってなるだけで山も谷もなく終わる感じでしょ？見る前に決めつけるなって、確かにそうですね。そんな分かりきった展開なはずじゃないですよね。じゃあ12話見てみますね。はあ。想像通り、全く予想を裏切らなかった。裏切ってよ、期待。疫病の発生原因はもちろん8話だったかでセレスが見落としていた歪みであり、そこから病原菌に感染した動物たちがわんさか湧き出していたせいでした。その動物たちはセレスが責任を持って除去していくってことで落ち着きましたし、予想と違ったのは、お薬を投与する方法が私は雨でも降らせて病原菌を消すっていう大規模なことをするのかなーって思ってたんですが、実際は壺を持っている女神像から無限に薬が湧き続けるからみんな持ってってってことだったってところかな。あとそのお薬のおかげで軍人病という名の水虫も治ったらしいです。もう水虫で困ることはないらしいですけれど、新しく入ってくる人だったり次世代の軍人だったりはかかるじゃん？その人たちはどうするの？っていう。その製造方法が知りたいはずだし、知れなくっても継続的に欲しいはずなのに。ポーションで出してるから製造方法なんてないからしょうがないですけれど。いやもう、これ12話見る必要なかったじゃん。正直言って、全く面白くなかった。分かりきってた展開だったし、結局戦争の時みたいな大きな山場もなくぬるっと終わったし。ほんと、打足。もうそれ以外言うことないです。まあ何か言うとしたらね。大型船舶昔からあるんじゃんかー。あのさ、戦後処理時に大型船がないから船の絵を見て驚いてたんじゃないの？制作に時間がかかったんじゃないの？さらに言えば、船に乗って他国に侵攻しなかったんじゃないの？漁で生計を立てているような国が大型船の一つも作ってないの？技術がない、あんな近代的な城塞作っておいて。何考えてるわけ？大型船がなかったから船作って大海原に飛び出そうねって話だったんじゃないの？あれは船を出すんじゃないよ。大型船はカオルネキが生み出した最新鋭の船ってことにしときなさいよ。これが一番意味がわからなかった。あ
後はカオルネキの頭脳さえ渡る素晴らしい知略の数々をご披露するだけのお話だったので特に何もないね。レイエットちゃんだっけ？そんなに出したかったんですかね。何かめちゃくちゃ重要キャラで2期をするためにはここまで話を進めておかないといけなかったとか、2期なんてあるかはわかりませんけれど、あとは全体的なことといえば何でしょうね。みんなデフォルメしすぎだったかな。カオルネキは OL 時代も現在でも全く姿が変わらないし、女騎士だって若返ったって言ってるけど見た目ほぼ変わらなくて違いがわからないし、そのせいで温泉シーンは全くエロさがないし、戦争というガチシリアスなお話にも緊張感が感じられずどことなく抜けている雰囲気だったし、いやそれはカオルネキのチート能力のせいっていうのもあるんですけれど、まあ幼い感じが好きな人にとっては結構いい作品だったかも。あとこの物語って7割8割くらいポーション頼みじゃなくってポーション容器頼みなところありましたよね。うん、ちゃんとタイトル通りやろうねって思いました。能力が強すぎるせいでずーっとナメクに見えるのも非常に悪かったですね。ということで5話分の感想なのにこんなに短いですが終わります。だらだら喋っててもしょうがないですしね。以上、終わり。今回の動画はいかがだったでしょうか。このような感じで私が思ったことをありのままに話していきます。私に話してほしい作品がありましたら概要欄にあるリクエストページよりリクエストをお願いします。気に入っていただけたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。メンバーシップもありますので良ければメンバーにもなってください。私がすごく喜びます。また次回感想を言いたい作品がありましたらお会いいたしましょう。